おはようございます。今日はカーネーションのラッピングをしていきたいと思います。これはクリームパンです。パンの中でクリームパンがかなりお気に入りです。はい、ということで今からラッピングする前にラッピングの材料紹介というかな、まずこちら、まあこれはちょっと段ボールに入っとったからまだ新品やね、全部。白、そうやね、白、金、銀、あとピンク、白、紫、金、銀、紫、ピンク、黄色、金、オレンジ、黄色、オレンジ、ピンク、紫、なんかベージュで、これは新しく買ってきたやつで、赤ですね。赤がここにねほとんどなかったんで、一応、赤を、4つだから200個ですね。でピンクを2ケース。あとこれが店の、ところにあった、まあ、赤もあったし、オレンジ2つ、ローズ、まあこんな感じです。で、今回追加したラッピングが、まあこんな感じですね。まあもともとはちょっとピンクとかオレンジとか黄色ぐらいしか店になくて、追加で赤系メインですね。で、黄色とオレンジ。黄色とオレンジね。オレンジ、黄色系があんまり変えてないから、ちょっとそこは嫌な感じ。で、これが個人的にはね、この色が一番好き。この、わかるかな、紫じゃないこの青に赤を合わせるパターン、これアンスリウムとかこんなんでやったらめっちゃかっこいいと思う。またこの赤ともねちょっと色が違うんですよね。わかるかな、この深みが違うというかワインレッドみたいな感じ。そう、この2つおすすめ。普通の赤がこっちになるからね。まあこれカーネーションでいかないけど、ちょっとローズがかった赤っていう感じやね。はい。で、あとはこのカットフィルムっていうこのセロハン、板セロって言われるもんですね。で、こっちからしようか。僕が使うのはこのカットフィルムの OPP シャープ40。この、あ、見える？これどうしたらいい？よいしょ。よいしょ。この、これでわかるか、このシャープ40っていうのは、ミクロンの単位を表してるんかな。そうだから、シャープ30よりも40の方が分厚くて、シャープ40よりもシャープ50の方が、まあ、分厚いです。その分厚さ、ミクロンのその厚さなんですよね。で、だいたい、390×540。これが一番使いやすいんじゃないかなっていうもんで、これにしてます。まあ、500枚あったら足りるでしょう。だいたい、どんなもんだろう。カーネーションで400鉢ぐらいやって、で、アンス、アジサイ、このあたりで、まあ、100鉢もせえへんから。まあ、こんだけ、板セロがあったら来年まで持つんじゃないでしょうか。去年はね、この板セロがね、なかったからね。さあ、大変やった。まあ、こんな感じで、まあ、あと、そうやね、ラッピング用紙を切るハサミであったりとか、ホチキスっていうのを使って、ラッピングしたいと思います。やっていこう。まずは薄いピンクですね。これを開けていこう。このカーネーションをラッピングしていきます。この最初の1枚目はリボンの
反対の色、リボンと同じ色にするとちょっと具合が悪いんですよね。だから僕はどっちかって言ったら、リボンの色を、例えばこれカーネーションが赤だから、リボンを赤にしたいから、この大きい最初の1枚目がちょっと広く取ってるんですけど、これが、ピンクにすると、次ちょっと短めでいくのが逆に中側、内側になる色の選び方になるんで、そこを赤にしようと思うんですよね。だからこうちょっと感覚的に言ったら、こうちょっと逆になるという、まあやっていたらわかると思うんで。で次2枚目っていうのは、これよりちょっと短めでいって、ちょっとずらすっていう感じになるんで、こんだけちょっと短く切ってます。同じ長さにしてもいいんですけど、どっちかって言ったら僕は短めでいった方がこうバランスがいいかなと思うんで、このセロハン、こんな感じ。このピンクがこうくるのに対して、赤がちょっとずれてる感じで、まあこれセロハン取ります。カーネーションの位置を決めて、どこが真正面がいいかっていうのを決めて。おはよう店長。おはよう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 。で、これをちょっと斜めにずらしの。こうくるみたいな。ちょうどね、こんな感じ。このギャザーが綺麗にこう全部がこうなるような感じでちょっとやっていくんで、ちょっと斜めからやから見にくいかな。まあ一回ちょっとやってみよう。これに対して反対側も同じ。これで一応4箇所止めて、上から見たら、まあ、こんな感じ。まんべんなくこのギャザーがね、角がちゃんと立って、あとはリボンですね。リボンは赤でいこうと思うので、赤。うちはワンタッチのリボンを使います。なぜかというと、自分で作ってもワンタッチでも、クオリティがそんなに変わらないからです。ワンタッチってね、こんな感じ。この尖ってる方、ここがこういう風になってて、これを開いたらこの真ん中、この2本の紐を引っ張るだけです。これで十分。かわいい。一回ここで結びながら、これで完成ですね。これを、
後ろで蝶々結びですね。でここはもうそのまま切ります。でこの時のポイントがこの見えるかな、ここが8の高さで、8の高さより上でくくることによってこうちょっとツボって言ったらあれやけど、もうこの何て言うんだろう、この横から見た時ね、ここシューッとなって、ここでこうキュッとこう人間でいうこの腰のこのくびれっていうかな、わからんよね。まあこういうのがまあありますと。で、まあ、この受け皿の中に水が入っているから、まあ、セロハンをすると降ってもまあ水が垂れないですと。底面になっててもなってなくてもセロハンはしてる方がいいかなと思います。ラッピングはカリッとするしね。一応こんな感じでいいんじゃないでしょうか。綺麗綺麗、我ながら素晴らしい。今の説明でどうなんでいけたのかな。カーネーションはねすごい簡単だから、誰でもがねこうちょっと数こなしていったら全然できるんじゃないかな。この上から見た時のこのねギャザーがこうまんべんなくありますよっていうのが、これがまあポイントかなっていう。あのラッピングが多すぎてなんかこうバランスが悪いっていうのもダメだし、こうちょうど横から見てねカーネーションがこう見えてるのに対してしっかりラッピングが抑え気味だけどこうスカスカ感が出ないっていう、こういうのもねまあ大事なんじゃないかなと思うんで、もしよかったら試してみてくださいということで以上です。まあ今からはねあの置きっぱなしでずっと作業するんで、まあ、そのあたりも見てもらいながら、参考になるかどうかは別としてやっていこうと思います。はい、こんな感じで紫のカーネーションに青を入れてからのピンクの赤っていうバージョンと、紫にピンクに青にこれが紫っていうバージョンと、赤白赤のカーネーションに赤とピンクで赤リボンと、ちょっと薄ピンの白に対してオレンジラッピングのリボンオレンジみたいな、こんな感じでねラッピングでこうなんかカラーバリエーションつけていっても面白いんじゃないかなと思います。
Thank you.
はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ長々とね、カーネーションのラッピングしたんですけど、まあ売れるでしょう心を込めてラッピングしたんで、まあこんな感じでね、あの花屋さんはラッピングの技術さえあれば、このペーパーっていうのは意外と安いんですよね。そうだから、これって正直技術代みたいなところで、また値段も取れる、その人間でいうお化粧するようなもんですからね。そうだから花束もアレンジも鉢植えのラッピングも、そこうまかったらだいぶ美人になるんじゃないでしょうか。はい、まあこんな感じでね、カーネーションのラッピングは以上となります。長々とご視聴ありがとうございました。バイビー。